今回の試合でこいつが勝つか負けるかというよりも本当に佐山精神をどこまでこいつが心底リングで伝えられるのかどこまで持っているのかっていうところでお客さんはマシタがトップだというふうになれるチャンスではあるんです、うん、まあ僕は絶対負けませんけどね、うん、絶対潰しますけど、まあ、だといってもこいつはその勝その勝ち負けのところを超えたしこいつは勝負ができると思います僕は、うん、僕はその勝負を逆に言えば僕は信じます、うん、それは佐山さんに対する恩返しもあるし原点であるこのプロレス界に対する僕の敬意というかね、うん、まあその、まあ、脇屋の新馬さんいますけど、まあ、新馬さんもあの僕新日本の時はよくお世話になったんで、はい、で、いろいろに、あの、おかげって言って、ね、あの、声をかけてくれるので、やっぱり僕もその、あの、ビッグマウスを立ち上げたときに、あの、本当に東京ドームに乗り込んだときに、全部入り口を封鎖されたんですよ。チケット持ってても。ダメだろう。じゃあ、あの、新馬さんの、僕の中ではすごいゴルフだったんですけど、あの、こいつら顔パスだろう。パスは非常に必要ですって言ったんですね。チケット持ってても入れなかったり、裏口から入るとしたらパスは必要です。こいつらは顔パスだろう。パス持ってんだよ、うん、って言って、そのまま僕らに入れたんですよ。うん、それができるのは島さんだけです。あ、うん、本当に。うん、やっぱそういうところでも僕はそのなんか違った感じですけど、縁というのはね。ここにそういうような、本当にこの、今よく昭和だとか平成だとか流れやだとかで時代がどうのこうのって言うけど、いや時代は確かに変わるけど根本精神に変わってはいかないのっていつも思ってて、うん、でも僕はその精神を持ってる人間たちというか共有してこれた人たちがこのストロングにいると思ってて、まあ、そ今もう世話にいたりとか島さんでするので、まあ、そういうことを考えると僕の中ではすごくこう他とはちょっと違う思いがあるのかなというのはいつも思ってます、ね、では今やっぱりトップの佐山さとるの弟子であるマスター早くに対して自分のものを伝承していきたいかっていうか僕がその佐山さんから感じた受けたものというものをこいつにぶち込むと思います。でお前は何をその佐山さんから受け継いできたのかそのいうその見えない歯で芯の部分というか魂の部分をぶつけ合ってそうすることでどんな音が響くのかなと、うん、それが とてつもなく汚い音になるかもしれないしとてつもなく綺麗な音になるかもしれないしそれは僕らも考えてみないとわからないですけど、まあ、それがやっぱりそれを聞いたお客さんがどう反応するのか、うん、まあ間違いなくどこでもどこ今までなかなか聞いたことない多分ストロングでも聞いたことない音は聞けると思います、うん、その自信はあるしそれぐらいの思い覚悟で踊りが上がるので、うん、それぐらいの覚悟でやっぱりそのお客さんにも楽しんでほしいなと思うし、うん、ちょっと今までとああこうかなあーっていうようなその今まで来るお客さんの思いじゃなくてちょっとどんなことが起こるのかなという期待というかハラハラというかいうものはこう持ってきてもらうといいのかな出遅れずに、うん、そこで出遅れてしまうと間違いなく萎縮してしまうのお客さんが、うん、それぐらいの僕は気持ちしかないので、うん、だからそういうところはやっぱりなのでなかなか見れないよっていう、佐山遺伝子っていうところを考えると、うん、どうかなっていう、あくまで僕先輩後輩ではないので、うん、でこいつも看板しょってくるでしょうし、僕はその魂をしょってきますから、
そこではどんなことが起こるのかは僕も分かんないです。開けてみて最後どっちがリングに立って、そういうところを本当に倒れてるのか、どちらが確実なのに上げられてる時がまでが、の時にどういう、景色が見えてるのかと、そしてお客さんがどんな役にことを奏でてくれるのかなと、いうところはすごく僕の中では僕もワクワクするので、やっぱりやる人間ワクワクしてそわそわしない燃えないと、お客さんが燃えないですから間違いなく、僕はもうそこのところだけにいつも戦ってますし、これからもそれにしか戦っていきませんから、って感じですかね。勝利した先には当然ベルト王者というものがあるわけで、その中で王者にもつなったときに、そのこの団体をどうしていきたいみたいな思い、いやもう僕はもう団体をどうしたいとかじゃなくて、僕の思いはもうそこに全部集約されてる戦いに、それはただ僕の中で預かったものであって、でもそれに関してやっぱり経緯があるので、それだけの責任というか、思いは、逆にはその思いを切らすわけにはいかないし、切らしてはいけないっていう。ある意味僕の中ではもしベルトを巻いても、ただ単にその僕の中では原点のことというか、あ、この、勝負じゃないですかね。僕勝負っていうのは好きなんで、本当に今自分の思いを確認をさせて、して上で、その、この信念をこのまま貫いて、次の戦いにもその信念を貫いていくっていう、だけど僕の中での、この力でしかないかなって思うんで、でも僕、ベルトは一回も人生巻いたことないんで、ないです。人の強奪したことありますけど、取ったことあるけど、自分で本当に何度かチャンピオンになったこと、興味ないんで。シングル、タッグ含めて。ないって言うんですよ、前ではないですよ。多分ないよ。今日はもうチャレンジはいっぱいしますけど、僕ないと思うんですよ。ないと思う。なので、ベルトを巻いた時の感情って僕わかんないんですよ。まあ、棚橋が持ってるベルトを泥棒して巻いたことないんですけど、そういうことあるんで、僕の中で僕巻いたことないですよ、チャンピオン。ないです、ないはずです。ないですね。ないです、ないです。僕、一回もないですよ。それは、でも、なんでしょう。もちろん、ベルトには興味は。あるときあるんですよ。で、ベルトが巻いてみたいなと思うときはあるんですけど、結局、なんですかね。戦うことの方が、今、さっきも言ったように、おまけでしかなくて。勝ったからついてきたもん、たまたまそこにチャレンジをしたことによって、たまたまその大会試合組まれたことによってベルトが来ましたよっていうところだけなんで、でもだからといって何かこう特別なことをしてやろうとか思いをしてやろうとか、取りに、もちろんその勝ちに行くイコール取りに行くので、なので結局はもう勝つことだけにしかイメージがないので、相手の押すっていうことじゃないので、まあ、そこで以上もいいかもなくて、なんで僕の中でそのベルトということにこの今になって僕がチャレンジをして、指名をされてチャレンジをしてっていうのはそういうところまで来たのかなっていう、ってことはね、指名されたっていうこともあるので、やっぱりそれこいつのね思いをしっかりとこの体で返してやらなきゃいけないなと思います。そこだけですかね。親には巻いたら、俺、二度とこれ話せないと思うかもしれないし、俺ここのスターだぜとかね、ね、俺これ看板選手だと思って、お前たち、俺がここの最後の自慢でしたよって、みんなの前に言うかもしれない。わかんないです、そこは。そこも感情の椅子のままに、もしそのベルトを巻いた時には、多分その時の感情のまま言葉になるでしょうし。まあ、それがある意味、逆に言えば、悪意いりませんっていうかもしれないし、返せばいいねっていうかもしれないし、そこは僕もわからないです。なんでそこはもう本当に、僕の中でも楽しみです。見たことない僕がどういうふうな行動をして、どういう感情になるか。僕はそのまま正直な気持ちはその場に出すので、
うん、まあそれで、まあ、そこも楽しみかな。逆には負けたとしたら、まあ、負けないけど負けたとしたらもう一回やらせてって言うかもしれないし、合算するかもしれないし、そこは分からないですけど、うん、だからそこの先のところも一つドラマだと思うし、なんでね、プロレスって本当に僕の中で異次元であって全く僕も分からないんですよ。自分の感情自体は戦ってても喜怒哀楽が出てくるので、やっぱりそういうところも僕の中ではいつも楽しんでる。だからいつも皆さんはお客さんとも戦ってるのかって言われて、お客さんと戦うってどういうことか昔は思ってましたけど、僕の中ではプラス自分っていうのがいて、なんでお客さんと相手と自分という人間と戦わなきゃいけない。なんで僕の中で一人増えてるんですよ、自分という人間がいるので。人間ってやっぱり弱いところ強いところがあるんで、気持ち的にも。俺もだけやったら大丈夫だよ。あ、でももうちょっとかなっていう。その二人が絶対いるんですよ。そこのところとも戦わなければいけない。それぐらいやっぱり、しのぎを削るものではあるんで、試合っていうのは。なんで最近だからよく、そうやって試合をするんで、疲れるんですよ。一段と。やっぱ反省もしますし、やっぱりその分、リングに対する気持ちというか、情熱というか、いうのは本当に昔のと比べもならないぐらい、今はもうあるので、だからもういつもその思いを持てることにも感謝しますし、うん、何よりもそのリングに上がらさせてもらっているっていうこと、戦えているってことには僕はすごく感謝するので、それに対しての感謝のお返しというのはそれで、本物は戦うっていう自分を裏切らないってことなので、まあそういうことを思って、まあリングに、まあ、どこもあるんですけど、ちょっと気持ちはプラスアルファあるかな、今回のそのリングに対しても。うん、まあこの、挑戦、まあ、僕は挑戦者であるわけなんですけど、まあ、僕はいつもどんな時でもその相手のロスという気持ちしかなくて、自分が決めた道はそのまま真正面から切っていくし、うん、変な答えもしたくないので、まあ、僕のこの思いを相手にストレートにぶつけて、まあ、それで相手が逃げるのか向かってくるのか、向かってきたものを僕はどう返すのか、まあ、本当にその気持ちの部分が90% になると思うんで、まあ、僕はもう本当に絶対気持ちは負けないんで、まあ、その生き様というか、人ってここまでこうなるのかという、うん、ところをみんなには見てもらいたいなと。それもやっぱり生でこの戦い見てほしいなと思うんで、ぜひ会場に来てください。